皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、ちょっと久しぶりかなっていう気がするんですけど、 Get Ready With Me を撮っていこうと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで Get Ready With Me やっていきたいと思います。今日は夕方からちょっと用事があるのでメイクをしていこうと思います。なんかすごい久しぶりな感じがするけど、なんでだろう。最近は私は結構リリース、新作のリリースがあったので、ちょっとバタッとしてましたが、最近は結構友達と会ったりとか、してて。ゴールデンウィークみんなどっか行くのかな？この動画がちょっと上げられるのがいつかわかんないけど、もう終わってるかもしれないけど、ゴールデンウィークみんな何しました？今回何連休なんですかね？10連休とかっていうのもちょっとチラッと聞いたけど。なんかでもそんだけ休んじゃうと、なんか仕事行くのがめっちゃしんどくなりません？逆になんかしっかり休んだ方がまた頑張ろうって思えるのかな。まあ人によるか。それも結構まあ自分でスケジュールとかを決めれちゃうというか、いい意味でも悪い意味でも。だから休もうと思えば休めるし、働こうと思えば働けるみたいな職業なので、なんか決まった休みっていうかがないから、あんまりそのオンオフが普段はないんですけど、でもやっぱガッて何もやらずに休んだりとかすると、まあでも逆にやる気出るか逆になんか仕事しないとってなるかもしれないな。あ、でもヨーロッパ、年末年始に行ったヨーロッパは10日間とかそのぐらい行ってたので、その間はまあなんか仕事っていう仕事はほぼしてなかったけど、確かにそういうなんか、まあ、旅行だったりとか計画があるとそれに向かって頑張るし、それ終わってからもよしまた切り替えて頑張ろうって思えるかもしれないな。言われてみれば、ゴールデンウィークはね、私はもう基本的には普段と変わらない感じで、特別なんかどっか旅行に行くとかは全然決まってないです。あ、でもね、なんか友達が餃子フェスに行こうっていう風に誘ってくれたから、それは行く予定です。それめっちゃ楽しみ。これからね、そういうイベント増えますよね、絶対。夏来て、夏って本当にね、そういうイベントごとが多いとか日が長いとかはめっちゃ嬉しいんだけど、どうも汗をかくっていうので好きになれないっていう、そう、それだけがね本当に嫌なんだよな。でも不思議と日本にいる時はめっちゃその汗とか気になるけど、海外に旅行行ってる時とかは全然気にならないんですよね。開放的になるからかな。海外行きたいな。でまたちょっと夏終わりぐらいかなにヨーロッパの方に行こうと思ってて、今ちょっと計画中なので、今は結構それが楽しみかも。なんか前回は本当にもう街の感じを楽しんだっていうか、普通に観光地行ったりとかして楽しんだけど、今回はまあ夏っていうのもあるからリゾート系のところに行きたいよねって話してて、あんまり私なんか海外旅行でリゾート系とか行かないいいんですよね、普段。あんまりそっち系に行ったことがないかも。本当にセブぐらいかな。でもゆったりなんか時間が流れる感じとか、うわー今旅行してるみたいな気分にすごいなるから、それもそれで楽しみ。まだ全然決まってないけど、何にも決めてないけど、日程すら決めてないけど、ギリシャとかはね行ってみたいんだよな。死ぬまでに絶対行きたい。本当に生で見たらやばいんだろうな、感動しそう。本日はアイシャドウとかはちょっとブラウン系でいこうかなと思っております。そういえばね、この前3月の末にもう1ヶ月ぐらい経ったけど、初めて結婚式に行ったんです、お呼ばれして。 YouTube でも何回かその話をしてたと思うんですけど、もうね感動だった。なんかちゃんとお呼ばれしたのが初めてっていうか、まあ行ったことはあるけど、お呼ばれして参列してみたいなのは初めてで、そう、もう本当にね感動しちゃった元前の事務所のマネージャーさんで、今もすごい仲良くさせていただいてるデレさんっていう方がいるんですけど、その方の結婚式にお呼ばれして、一番泣いてたと思う誰よりも一番泣いてたと思う。私なんかこうやっぱ雰囲気もすごいこう感動的だし、ロマンチックだし、やっぱこう家族のイベントっていうかだと思うので、なんかそう家族の愛情というかすごいこう伝わってきて、すごくハッピーな空間。とにかくもう終始私は号泣しまくってしまって、絶対泣くだろうと思ってハンカチをちゃんと持って行ってたので本当に良かったんですけど、もうずっとハンカチ持って一人で泣いちゃってました。本当に素敵だったな。まあ私ももう25歳の代
になったので考えられないですよね、本当25歳の代なんて。もうアラサーって呼ぶのかな、25歳って。四捨五入形式で言うと私的にアラサーって27ぐらいのイメージがあるんですけど、まあ、だんだん多分みんな周りがそういうね結婚式とか増えてくるんじゃないかなって思うから、すごい不思議な気持ちと楽しみな気持ちといろいろあるんですけど、みんななんかでもやっぱそれぞれの夫婦によって式の感じとかも全然違うと思うから、それもすごい楽しみだなって思うし、で多分なんか地元の子とかだったら久しぶりに会えるような子とかもいるんじゃないかなとか思って、そういうのもなんかいいなって思ったり。でも本当にすごいことですよ結婚って。でも私なんか昔から結婚式をやりたいっていうのがあんまりないんだよな。もしまあ結婚するってなっても本当になんか知り合いとか仲いい子呼んでどっかお店で貸し切りとかでちょっとパーティー的なぐらいで個人的にはいいなって思っちゃってるんですよね。なんかこう改まってこうかしこまってっていうか、ああいう式とかなんかそういうのがあんまり昔から得意じゃないっていうか、まあ、例えば今までで言うと卒業式とかなんかそういう系の式みたいなのって好きじゃないわけでもないんだけど、なんかもっとカジュアルでもいいなってすごい思っちゃうんですよね。改めてこう盛大にバーってやるとやった後とかはすごい本当に良かったってなるんだけど、そのやるまでがなんかこうちょっと気が重たいっていうか、なんかなんていうの、分かる人いないかな、嫌いとか嫌だっていうわけではないんだけど、結構こう感情移入しちゃってちょっと疲れちゃうっていうかっていうのがあって、自分がもし結婚するってなった時とかは結婚式別にやなくてもいいなとか思っちゃってるけど、でもやっぱ今回初めて結婚式お呼ばれして行ってみてやっぱすごい素敵だなとは思いました。でもまたこうね、自分が開くのとお邪魔するのは全然なんだろう違うと思うから、そうだから結構私はなんかあんまり結婚式をしたい、絶対したい、絶対あげたいっていうのがないんですよね。でも本当に勘違いしないでいただきたいのは、結婚式に呼んでいただけたのは本当に光栄なことで、めちゃくちゃ嬉しかったし、呼んでいただけてすごく感動したし、すごい素敵な会で、その空間に参加できたっていうの本当に嬉しかったので、そこだけ本当に勘違いしないでいただきたいんですけど、あんまりね、私自身は結婚式あげたいなとかっていう欲がないのかなっていう話なので。でもどうなんだろう、実際やっぱみんな絶対あげたいとか理想の結婚式とかはやっぱあったりするのかな。私お姉ちゃん結婚してるんですけど、お姉ちゃんは結婚式あげてないので、だからまああげない方もいるよなとか思うし、でもやっぱあのドレス姿とか本当感動しましたね。めちゃくちゃ綺麗だった本当に。ちなみに私あの参列のドレスというかお呼ばれのスタイリングをどうしようかなってずっと悩んでたんですけど、結局あんまりこうこれ着たいみたいなものが見つけられなかったので、成人式の二次会の時に着たお洋服まだ取ってあったので、それをね着ていったんですけど、やっぱこう参列してみてもうちょっとやっぱ華やかな感じのが良かったかなって思いました。初めてだったからどんな雰囲気なのかとかも分かんなかったし、すごいこういろいろね不安を抱えながらというか行ったんですけど、今後に活かしたいなと思うんですけど、そうだ、私ちょっとハマりそうというかハマりたいなって思うようなものが最近あって、この前ねあの家族旅行でグランピングに行ったんですよ。初めて、人生で初めてグランピングに行って、まあグランピングって、まあ、数年前ぐらいからね結構話題になって、私もまあずっと行ってみたかったし、友達とかともね行こうよみたいな話一回は絶対出ると思うんですよ。グランピングって、グランピング行ってみたくない、めっちゃ楽しそうじゃないっていう会話を多分したことある人がめっちゃ多いと思うんですけど、私もね友達とよくそういう話をするんですよ。今度行こうよみたいな会話をするんですけど、実現しないランキング1位ぐらいだと思っていて、グランピングって私も本当にもう長年言い続けてましたから、グランピング行こうっていう風に。でも全然まあね、やっぱりこう日数もねちょっとあったりとか場所ね問題もあったりとかするので、なかなか気軽に行けるものではもちろんないので難しいじゃないですか。そんなだから行けてなかったんですけど、家族旅行でその山陰の方とか鳥取とか
島根とかそちら辺に行った時に、一番最終日にこう私は地元が愛知県なので愛知県に寄っていきつつ、神戸の方でグランピングしようって言って計画してくれて、でめっちゃ楽しみにしてたんです。ずっとやりたかったから、どんな感じなんだろうなと思って、まあ、チェックインして入るじゃないですか、そのテントの中に。もう本当に感動してすっごい良かったんですよ、そこが。でもめちゃくちゃ天気が悪くて、景色とかはあんまりねしっかり見れなかったんですけど、それでも本当にその空間が超いいなと思って。家族旅行だったので結構人数も多かったから、その分テントもね結構大きめなところだったので、ベッドももう本当何台あったかな、8台10台ぐらいあって、そのまあ広さもあるかなとは思うけど、でもあの空間が本当になんか秘密基地みたいな、私昔からそういう空間がすごい好きなんですよ。ちょっとまあ非現実的なこじんまりとした狭い空間というか、ちっちゃい頃とかもよくなんかいろいろ家具とかをちょっと動かして、なんか毛布とか置いて、なんかちょっとちっちゃい小屋みたいなの作ってそこで遊ぶとかしてたぐらい、結構そういうのが好きなので昔から。グランピング、その空間も超良くて、バーベキューとかもねできるんですけど、バーベキューはバーベキューで違うまた小屋というかみたいなのがあって、そこで、まあ、屋根もついててそこでできるみたいな、だから雨でも大丈夫だったんですけどっていうので、もうほんとなんか最高すぎて、グランピングにちょっとハマりそう、ハマりたいっていう風に思いました。マジで最高だった。そうだから今も友達とグランピングしようよっていう風に話したりとかしてるんですけど、長野の方とかもいいよねみたいな感じで話してて、なんかおすすめの場所とかあったらぜひ教えてください。そう、でもさ、天気悪いって言ったじゃないですか。その家族旅行が4日間ぐらいだったんですけど、その4日間だけ運悪くめちゃくちゃ天気悪いみたいな天気予報でずっと。でも私も晴れ女だし、結構私の家族みんな私も晴れ女だから大丈夫みたいな、すごい晴れ女が集結していて、でもそんなにこうめちゃくちゃ土砂降りみたいな瞬間はなかったんですね、その動いてる時間帯では。でもただそのグランピングの時ついて、そのままなんかご飯とかバーベキューとかして食べるじゃないですか。でその時もちょっと雨降ってたけど、まあ、まあまあまあ耐えれるぐらいの雨の強さだったんですね。で夜まあ寝るじゃないですか。でなんか寝ててね、こうパッて目が覚めたんです。なんだろうと思ってパッて目覚めたら、もうバキーンみたいな、本当に今までの人生で聞いたことないぐらいのレベルの雷の音と雨の音がすごくて、本当に今まで24年間生きてきましたけど今までで一番やばかった。テントっていうのもあるから、普通にねこう家にいる時とかよりもやっぱ薄いと思うので、その分こう音はね聞こえやすいとは思うんだけど、それにしても音がすごくて、私あんまり雨の音とかそういうので起きるっていう経験今までなかったんですけど、その時は本当にもう目が覚めちゃうぐらい、この私が目が覚めちゃうぐらい本当に音がやばくて、めっちゃ光るしみたいな、すごくてめちゃくちゃ怖かった。やっぱまあ上の方っていうのももちろんあると思うんですけど、山の方とかだから普通の雷の音じゃなかった。バチーンみたいな、ゴロゴロゴロとかじゃなくて、もうバチーンっていう、本当に勢いがやばくて超怖かったっていう思い出なんで私すごい不思議なんですけど、なんでああいう雷とかさ、そういう雷雨っていうか荒れるのって大体夜中なんですかね。あんまりこう昼間で超雷雨みたいなのってなくないですか。なんか絶対に夜来て、まあ、次の日の朝にはどっか行ってるとか、だからそういう夜に起きやすいとかがあるのかなと思って、それがすごい不思議なんですよね。まあありがたいですけど、そっちの方が。まあでもその日の夜ぐらいからかな、もう結構雨風が強くて、まあ、グランピングなのでトイレもちょっと離れたところにあるんですね。離れたところ、建物の中とかにあって、お風呂はもう入って、まあ、ちょっとでも夜なんか遊ぼっかってなって、ドスコイなんとかってあるじゃないですか。あれをみんなでやったりとかしてて、でまあそろそろ眠たいねってなって、
じゃあ歯磨きとトイレしに行こっかってなった時も結構やばかったんですよね、もうその時点で。でなんか雨雲レーダーとか見て、あと数分したら割といけるぐらいになるかもみたいな感じだったけど、でももうなんかトイレも我慢できないぐらい結構みんなちょっとやばいやばいみたいな、ちょっともう行きたい行きたいトイレ行きたいみたいな感じになってて、ワンチャンにかけて行ってみるかとか言って、もう雨風もすごい強かったけど、みんなでなんかカッパみたいなの着て傘さして、めっちゃ雨に打たれながら夜トイレ行って歯磨きしてみたいな感じだったから、寝る前ぐらいからちょっとやばかったんですけど、それもそれでいい思い出ですけど、今となってはあれは本当にすごかったな。てかこのチークめっちゃ可愛くない？私このチーク最近めっちゃ使ってるんですけど、グッチのねチークなんですけど、04番、あの前にあややんちゃんに誕生日をお祝いしてもらって、その時にいただきましたプレゼント、ありがとうございます。めちゃくちゃ可愛い、もう本当にパッケージも超可愛いし色も超可愛くて気に入ってる。このチーク最近もうほぼこれ使ってます。あとねナーズのやつも気に入ってて、この前ナーズのイベントに呼んでもらって行ってきたんですよ。なんかチークがリニューアル新しくなるっていうのでイベントをやられてて行ってきたんですけど、その時にあのお土産でいただいたこのね955っていうタージマハルっていうカラーなんですけど、これも超可愛くて重ねよっかな今日。ゴールドのラメがしっかり入ってる系なので、これも塗るだけでハイライトいらずみたいな感じで、すごいこれがね可愛くてタッチアップしてもらったんですけど、その時からね気に入っちゃって、これがでめっちゃ似合うっていう風にも言ってくれて、エリちゃんとルナちゃんと言ったんですけど、めっちゃ似合うって言ってくれて、このねカラーを私は選んでいただいたんですけど、わかるかなこの綺麗なラメ、ラメ感ツヤ感、マジこれハイライトいらず夏にね本当にぴったりだなと思って、このカラーを私は選びました。マジで可愛い、重ね付けしてもめちゃくちゃ可愛い、気に入りのチーク。なんか最近ちょっとミークスランプ期が来ているかも、最近ちょっとなんか違うみたいなのが続いてるから、またちょっと新しいメイクをいろいろ試したいなって思ってるんですけど、今日はでもいつも通りな感じのメイクですね。よし、じゃあリップどうしようかな。今日はなんかヌーディーでも可愛いですよね。最近私このシャネルの158番、これがね結構お気に入りで、結構ヌーディー系な色なんだけど、これも若干細かいラメパール感な感じのリップ可愛いんですよね。すごくいい感じに色ついてくれてすごい可愛い。私肌が暗めだからあんまりヌーディーなリップだと本当にもうなんか血色っていうか口のびれの色がなくなっちゃって、ヌーディーリップって意外と難しいんですけど、このリップは結構いい具合の色味なので結構気に入ってます。こんな感じかな。メイクはこれで出来上がったので着替えて髪の毛をやっていきたいと思います。よし、じゃあそしたら続いて髪の毛やっていきたいと思います。なんかめっちゃ夏めちゃくちゃ夏な感じだけど、てかそうだ、今日はねこの話をちょっとしようかなって迷ってたものがあるんですよ。実はこの前ですね、この前って言ってもまあ多分2ヶ月とか前かな、この前私人生で初めて外国人男性の方と2人でご飯に行ったんです。衝撃ですよね、まずみたいな衝撃じゃないですか。普通に私も私の人生でこんな経験をするとは思ってなかったんですけど、初めてね2人でご飯に行きまして、まあなんでそういう経緯になったかというと、大まかに言えばナンパなんですけど、私が渋谷駅で普通に乗り換えをしようと思ってバーって歩いてたら、急にあのその男性、外国人の男性の方がタタタって寄ってきて、私ヘッドホンしてたから最初気づかなかったんですけど、なんかすごい気配感じると思ってパッて見たら、なんか話しかけられてて、いや何だろうと思って珍しいからパッてこう聞いたら、そのシューズめっちゃイケてるって言って、どこのっていう風に聞かれて、あこれここのだよみたいな、あそうなんだありがとうみたいな感じでなったんですけど、乗り換えの方面が一緒だったのですごいまあ並行してねバーって歩いてたんです。でも別にその時はナンパとかじゃなくて、あ外国の方だから普通にシンプルにこのシューズが気になってくれて声かけてくれたんだろうなみたいな風に思ってて、なんとも思ってなかったんですけど、本当にまあ数分というか1分2分ぐらいだったから、正直あんまり何話したか覚えてないんですけど、どこ出身なのみたいな
愛知県出身でみたいな感じで話してて、で私もまあどこの方なんだろうなと思って普通に気になったから、でどっから来たのみたいな感じで聞いたら、俺はニューヨークから来たみたいな、ニューヨークかと思ってえマジ私もニューヨーク行ってみたいんだよねみたいな感じで、まあ、プチ盛り上がりというか、まあ、ちょっとね会話しつつその乗り換えの方に向かってて、最終的にホームに着いて、じゃあまたねみたいな感じで行こうかなと思ったら LINE を聞かれたんですよ。で私もなんかそんな外国の方と友達になるというか LINE でつながるとか結構まあ光栄だし嬉しいから LINE 交換して、でまあその後もな結構 LINE 来るなとは思ってたんですけど、一回ご飯行こうよみたいな感じで誘われて、すごいいい経験になるって思ったし、シンプルに、まあ、英語もねずっと私まあ昔からね YouTube でもまあ、チラッとね英語に興味はあるみたいな、その段階で終わってるんですけどみたいなこと話してたじゃないですか。えだからすごいいい機会だと思って、あオッケーオッケーみたいな感じでご飯行くことになって、お寿司が好きって言ってたからお寿司屋さん私が、まあ、行ったことあってここいいんじゃないかなって思うところをおすすめして行ったんですよ。その人日本語ちょっと喋れるけど全然まあ英語の方が喋りやすいっていうか、基本的にはその会は英語で話してたから私もまあ頑張って知ってる英語を頑張って使ったり翻訳機能を使ったりしながら会話してて勉強できるなとか普通に楽しいなって思ってたんですけど、あんまり向こうからの質問がないなとも思ったんですよ。結構まあシャイな方っていうかな感じがしたんですけど、あんまりまあないなとか思いながら私が一方的になんかこういろいろ聞いてるなみたいな、てっきり私はなんかもっと日本のことについていろいろ聞かれるとか、あんまり日本人の友達もそこまでいないって言ってたから聞かれるのかなとか想像してたというか思ってて、まあ、ね、向こうは多分本当は恋愛系の話をねしたかったんだっていうのに気づいたんです。っていうのもまあすごい唐突に何の前振りもなく、えボーイフレンドはいるのっていう質問から入って、でなんか私的にそう今まで本当にさ経験がないって言ってるじゃないですか、だからなんかこう初めてのご飯でいきなりそういう話ってするんだっけと思って、全然いいんですけどそのぐらいなら、日本人の彼女できたことなくてでも興味はあるんだよねみたいな、やっぱそういうことを遠回しに言われてるなとか思いつつも喋ってたんですけど、あまりにもやっぱそういう関連の質問がすごい多いというかそういう話しかされなかったから、なんか私はどちらかというとまず実際にそれまでそのご飯に行く前に会ったのってその渋谷駅の本当に数分しかなかったし、お互いを知らない状況っていうか本当にもうガチ初対面みたいな段階だったから、なんかいきなりそういう会話をされるっていうのにちょっとなんかこう構えてしまって、変に全然そういうつもりもなく、もしかしたらね聞いてくれたのかもしれないんですけど、私にとってその質問って結構初めからなんかこう恋愛関係みたいな感じで、友達としてではなくそういう恋愛としてスタートじゃないけど、なんかそういう感じなのかなって思っちゃったんです。でも私はどちらかというと友達になりたかったまずはっていうか とりあえず友達になりたいなと思って行ったから、なんかそこの食い違いっていうか分かんないですよ本当に、どういう考えで聞いたのかも分かんないし、やっぱこう国がね違うから文化の違いとかもあるじゃないですか、外国では普通にそれがデフォルトなのかなとか、1回目からそういう会話をしてっていう感じなのかなとかもいろいろ考えて、それもそれで分かるっていうかあるんだろうなと思うんだけど、あまりにもこうグッて入り込まれた感じがあって、私はそれがちょっと嫌だったっていうか、なんかちょっと感覚が違うなって思っちゃって、その後もちょっと遊ぼうって言われたんですけど、ちょっと友達の家行かなきゃいけなくてみたいな感じでその日はね帰ったんですけど、まあ、すごくいい経験にはなったんだけど、そこら辺の感覚って難しいなと思っちゃって、これは普通のことなのかなとか、自分がなんか考えすぎてるだけなのかなとかめっちゃ思って、すごい悩むっていうか、そういうこともありましたっていうねお話なんですけど、初めての経験だったから何もかもが正解がよく分からなくて、自分の中ですごいモヤモヤしていて、ありがたい経験だったなとは思います。お互いをねもっと知ってからが良かったなと思って、それからね私あんま連絡も返せてなかったりして、なんかどう対応したらいいのか分かんなすぎて、私が考えすぎなのかもしれないけど、本当にすごいなんか積極的だったから、ちょっとでもいいから会えないとか、私がまあ仕事があってちょっと無理かなみたいな感じで言うと、仕事いつ終わるのみたいな、本当にちょっとでいいから
会いたいみたいな、私のどこをそんなに気になってくれたのって思っちゃって、全然その会話もしてなかったからすごいなっていうお話、ありがたいことなんですけど、本当に人生でそんなことがあるなんて思ってなかったし、今までだったら私は絶対にもうそのまず LINE 交換しようの時点ですごい、まああいいいいみたいな感じで言ってたと思うし、でもなんかそこはちょっと一歩自分の中で自分の世界を広げるっていう意味では成長できたかなっていうふうには思ってるんですけど、難しいなって思いました。今回はちょっとね違ったっていうことで、めちゃくちゃ下心丸出しとかでっていうわけではなくて、普通にいい人だったし、めっちゃおしゃれでファッションもすごい好きって言っててっていうお話でした。そんなお話をしていたら髪の毛もだいぶできましたので、コーディネートを紹介しようかな。ちなみに今日はね帽子をかぶりたいんだよね。帽子をかぶろうと思ってるんですけど、私ほんと耳がさ立ち耳だから本当にキャップをかぶるのが難しいんだよね。この耳がもっとこうなってくれたらいいんだけど、耳が見えるのがあんま好きじゃなくて昔から。まあとりあえず髪の毛できたのでコーディネートを紹介したいと思います。はい、ということでごめんなさい、さっきねカメラの充電が切れちゃったので変なところで終わっちゃったかと思うんですが、コーディネートこんな感じでございます。じゃーん。今日はちょっと天気があんまりよろしくなさそうな感じで、若干まあ肌寒いかなと思ったので軽めのアウターを羽織ってます。まずキャップから紹介します。キャップがアベマのキャップでして、今これ送料無料キャンペーンをやっていまして、このキャップをねゲットしてくれた方は、まあ、送料無料でお届けできるので、この機会にぜひチェックしていただけたら嬉しいんですけれども、ちょっとグリーンっぽい感じの色あせたようなすごい絶妙なカラーの可愛いなんですけど、このキャップとアウターはもうすごい着ているH&M のジャケットです。オフホワイトっぽい感じのデニム素材のジャケットを着ていて、でバッグがこれ私がずっと欲しかったボッテガのバッグなんですけど、ヴィンテージショップでたまたま見つけてゲットしちゃいました。ヴィンテージのボッテガでございます。本当にすごい気に入ってます。私はなんかダークブラウンみたいな濃いめのブラウンのものにしました。すごいいい大きさで超使いやすいです。そして中のトップスがですねこんな感じのトップスなんですけど、キャミとキャミをちょっと重ね着してるんですけど、どっちも柄でゲットしました。ちょっとねこの上のキャミが結構ガバッと開いてるデザインで、中にキャミとか重ねてあげた方が安心なので重ねて今日は着てます。でこのベルトとシューズもザラのやつです。めちゃくちゃ太くて超インパクト出て超可愛いです。このスカートはメルカリで私はゲットしました。最近ね結構カモフラージュ柄もうすごい人気で来ているなっていう風に思うんですけど、カモ柄のねボトムなんか欲しいなと思ってて、メルカリ見てたらこのスカートがあって超可愛いと思ってはいゲットしました。1000円ぐらいだったかな確か、でゲットしたスカートです。ということで本日のコーディネートはこんな感じでございます。はい、ということでこんな感じで今回は Get Ready With Me を撮っていきました。ちょっと久しぶりだったと思うんですけど、なんか久しぶりに結構話せた感じ、みんなとこう話せた感じがしてとても楽しかったです。今日も一日頑張りましょう。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ、行ってきます。